皆さん、こんにちは。追っかけ情報局のりこです。今週の B ファーストのスケジュールをお届けします。その前に、こちら、ご覧ください。我が家は毎年ハロウィンが終わったらすぐにクリスマスツリーを飾って2ヶ月ぐらい楽しんでるんですけど、今年は B ファーストのクマちゃんも一緒に飾ってみました。シュントとリョウキ。 それからここにエイリアンウェアさんからいただいたクマちゃんも一緒に飾っています。これからクリスマスまでの間は、なるべくこの場所で撮影をして皆さんと一緒に楽しんでいければなと思っています。そして先日、実はこの追っかけ情報局のチャンネル登録者様が、なんと1万人を達成しました。ありがとうございます。 この追っかけ情報局は10名ほどの情報局員で運営していますので、全員の力を結束して達成できた1万人だと思っているんですけれども、何よりいつもご覧くださっている皆様のおかげで、この大きな節目の数字を達成することができたと思っています。本当にいつもありがとうございます。はい。では今週のスケジュールをお届けしたいんですけれども、 今週はですね、スケジュールをお届けした後に、b ー f i r s t オフィシャル YouTube の総再生回数が3億回目前となっていますので、その再生回数の進捗情報に関してもお届けしていきたいと思います。では、今週のスケジュールをお届けします。11月7日月曜日。本日は、竜兵くんの16歳のお誕生日ですね。おめでとうございます。 竜兵のこの1年間がますます実りあるものになるように私も精一杯応援していきたいと思います。そして本日ビーファーストとララミー・ロマピのコラボプリクラの最終日となります。続きまして13時までですが、ベストヒット歌謡祭2022公式ツイッターで観覧チケットプレゼントのキャンペーンが行われておりますが、こちらの申し込み締め切りが本日13時までとなっておりますのでお気をつけください。 そして本日18時からは b ファーストファーストワンマンツアー r B1 今日は群馬のベイシア文化ホールで開催されますもしかしたら龍兵のお誕生日サプライズなんかもあるかもしれないですねとても楽しみですそして本日22時59分までで申し込み締め切りとなるものがハイアンドロー Roll The Worst Cross 大ヒット御礼感謝祭 こちらのファンクラブベスティの先行受付が申し込み終了となります。24時からはフジテレビネクストでビバラロック2022完全版デイ1。こちらが再放送されます。スカイハイさんと B ファーストのステージが放送されます。11月8日火曜日は BMSG ネックレス受注販売分の申し込み締め切りがあります。 23時59分までとなっています。11月9日水曜日、雑誌メンズノンの12月号、宮間良樹のカラフルニットということで良樹が掲載されます。18時30分から MTV で歌詞付きーファーストビデオ特集が放送されます。11月10日木曜日、18時から YouTube 等で ニューヨークの裏ベストヒット歌謡祭が生配信されます。こちらは19時から放送されますベストヒット歌謡祭に先駆けて生配信が行われるものになりますが、出演前後のアーティストが続々登場ということです。こちらの配信は読売テレビの公式 YouTube、番組公式 Twitter、LINEMUSIC 公式 LINE アカウントにて配信されるということです。 こちらもテレビと合わせて楽しみたいですね。19時からは読売テレビ、日本テレビ等でベストヒット歌謡祭2022が放送されます。生放送となっています。今回 b ー,ーストはバイグッバイを披露します。もし現地に観覧に行かれる方がいらっしゃいましたらぜひ楽しんでいらっしゃってください。11月11日金曜日。 セガプライズのプレミアムロングアートクッションが順次登場となります。スワロフスキーの公式ラインで限定スペシャル動画が配信されます。22時45分頃からは CBC ラジオ b ファーストの B トークです。シュンとリュウヘイ、リョウキの出演です。11月12日土曜日、17時から JWave、ギャオ、ミリオンビリオン、ソータとマナトの出演です。 18時からギャオにてミリオンビリオンの連動企画が配信されます。今週も両機がジョナスブルーに英語でインタビューをする様子が配信されます。18時からラインブームにてミリオンビリオン連動限定映像が配信されます。20時からスマッシュにてビーファーストお仕事ウォッチが配信されます。11月13日日曜日、 18時から b ーファーストファーストワンマンツアー B1 この日は長野の北斗文化ホールで開催されます今週のスケジュールなんですが撮影が終わった後に漏れがあることに気がつきまして b ーファーストファーストワンマンツアーの長野公園のチケットリセールが本日から始まりますリセール出品エントリー期間は11月7日月曜日の12時から 11月9日水曜日の23時59分まで、結果発表は11月11日金曜日の12時となっております。こちらスケジュールの中でお伝えが漏れてしまいましたので、最後に補足でお伝えさせていただきます。はい、スケジュールは以上となります。今週はなんといってもベストヒット歌謡祭。こちらとても楽しみですね。 続きまして b ーファーストオフィシャル YouTube の再生回数の件に移りたいと思います。11月7日午前9時現在の総再生回数は2億9529万4564回となっています。3億回まで残り500万回を切ってきました。残り470万5436回ということです。 で、先週1週間でどれくらい再生されたかというと、実は先週で643万回再生されています。ですので、もし同じペースでいった場合には、今週末ぐらいには3億回達成するという計算になります。まあ、とはいえ、先週1週間は b ー s t のデビュー1周年に向けて、たくさんの方が3億回をプレゼントしようということで、 たくさんこの公式 YouTube をご覧になっていたかと思いますので、普段よりも再生回数は少し多かったかもしれません。ですので、もしかしたら少しペースは落ちてしまうかもしれませんが、それでも来週にはおそらく達成できるんではないかというところまで迫ってきていますよね。こちらも引き続き楽しんでいきながら皆さんと一緒に3億回のお祝いができればなと思っています。 はい。ということで、今週のスケジュールと公式 YouTube の総再生回数のお話をさせていただきました。今週も一週間よろしくお願いいたします。追っかけ情報局リコでした。ありがとうございました。